こんにちは、ヤクモです。今回もよろしくお願いします。今回は文字が少しずつ現れる動画を作成しました。まず新規コンポジションをクリックし、デュレーションは5秒に設定し、 OK を押します。テキストレイヤーを作成し、文字を入力します。今回は色を白に指定しています。文字はアフターエフェクト CC と入力しています。文字が真ん中に来るようにカーソルキーで動かしています。また整列タブからも真ん中に来るように選んでいます。テキストレイヤーを選択して、レイヤーの作成を選択し、テキストからシェイプを作成を選択します。作成したシェイプレイヤーの追加をクリックし、パスのトリミングをクリックします。パスのトリミング位置が追加されます。終了点の値が変化するようにキーフレームを作成し、ここでは0秒が 0% で4秒が 100% になるように設定しています。作成された動画がこちらになります。